世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年以上の歳月が経ち、原子力発電所の再稼働の議論も少しずつ出てきています。しかし優先すべきは今現在も避難を続けている被災者の支援に他なりません。とはいえ、地球温暖化やエネルギーなどの問題を放置し続けることができないのもまた事実であり、それらを解決するための新たなエネルギー資源として核融合発電の研究が進んでいるんだそう。今や世界中で核融合研究が行われており、日本でも多くの優秀な人材がその開発研究に力を注いでくれています。そんな核融合発電について、日本のある研究所が2017年に発表した研究成果が、その当時では世界中を驚かすものだったようで、海外の人々から多くの反応が寄せられていました。そこで今回は、世界を驚かせた日本のとある研究所の技術力と、それに対する海外の人々の反応をご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。早速ですが、核融合発電とは何かご存知ですか？イメージしていただきたいのは小さな太陽です。太陽は地球に大量の光と熱を届け、昼には地上を照らしてくれる恒星であり、およそ46億年前に誕生したと推定されています。恐竜がいた時代が2億3000年前と言われているので、恐ろしいほど長い間輝き続けていることがわかりますね。そんな太陽ですが、実は燃えているのではなく、核融合によって莫大なエネルギーを生み出し、強い熱や光を出しているんだそう。そして研究者たちは果敢にもこの太陽で起こっている核融合を技術を持って作り出そうとしているというのです。そもそもなぜ核融合発電が必要なのかというと、今現在私たちが使用しているエネルギーは石油、石炭、天然ガスのような化石燃料や原子力などで、これらのエネルギー資源には限りがあり、いずれは使い果たしてしまうという問題があるからです。また現在のエネルギー源では地球温暖化や大気汚染などの問題も起こっています。それに対して核融合に使われる燃料は海水に含まれる資源であり、何十万年単位で使用可能。また核融合では反応の過程で少量の低レベル放射性廃棄物が出ますが、そのリスクは原子力発電の1000分の1程度であると言われるほど。さらに稼働条件が非常に厳しいため、地震のようなトラブルに見舞われたとしても、暴走や放射線物質が漏れ出すなどの深刻な事故が起こる可能性もないとのこと。よって核融合発電は地球の将来を守っていくために必要な究極かつクリーンなエネルギーだと言われています。しかしこのクリーンなエネルギーですが、もちろんデメリットもあるようで、核融合発電では核融合反応により大きなエネルギーを作り出すことを目的としますが、この核融合反応を起こさせる条件が超高温、超真空など大変厳しく、1940年代の研究開始から現在に至っても開発途中であり、実用開始は21世紀後半か22世紀前半とも予想されるほど難しい技術力を要するもの。そのため実験段階から研究開発費として莫大な費用がかかっています。また安全性は原子力発電よりは優れていますが、放射能が全く出ないということではないため、実際に稼働させるには国民の理解や建設地域などの問題も抱えている状況。以上を踏まえて、2017年に発表され世界中から注目された研究結果が、岐阜県土岐市の核融合科学研究所がプラズマ1億2000万度を達成したというもの。
同研究所では大型ヘリカル装置という核融合炉を使って2つの原子核同士を衝突させ融合することによりプラズマ状態を作り出しています。核融合反応を連続して起こすためには原子核を1億2000万度に加熱する必要がありますが、これまでの実験では9400万度が最高でした。しかも本発表では目標期間を大きく短縮して達成できたとのこと。ただしこの1億2000万度を達成したことは核融合反応に必要な数ある条件の一つに過ぎず、同研究所は今後も実験を継続していきたいとしていました。この研究結果について当時海外の人々からは様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介させていただきます。海外の反応。核融合発電は原子力発電と比べてはるかに安全。でもすでにある原子力発電所の解体にいくらかかるか知ってるか？無事故の発電所で約300億、日本の福島原発は8兆円だって。もうこれどうするよ。原子力発電所の廃炉にどれだけお金がかかったとしても、核融合発電が可能になったらもう廃炉しか道はないでしょう。核融合炉はミサイルを撃たれても若干の放射線物質が飛び散るくらいで、設備も解体も問題ない。いや、核融合炉に問題がなくてもミサイルが問題だろう。もう数十年前から研究されているけど、まだまだ実証の見込みなし。タイムマシーンと同じで、実際には実現不可能な装置なのかもしれない。こういう先進科学技術って実現までにとにかく金がかかるよね。実現しなかったら金の無駄じゃね？本当にこういう人いるんだ。将来がまるで見えてないんだね。やっと1億2000万度を達成したのか。そう、1億2000万度に達成したってだけで、まだ長時間維持することはできていないらしい。ただ僕は日本の頭脳に期待している。もし核融合発電が可能になれば、我々はもうロシアから化石燃料を輸入する必要がなくなる。日本頼む、早急に核融合発電を実現してくれ。この技術が完成すると水素からほぼ無限にエネルギーを抽出できる。単純に1億2000万度を測る温度計があるんだって驚き。俺も1億2000万度もあったら施設ごと溶け出してしまうんじゃないかと考えてしまったよ。日本人さん、畳の上でいくら泳いだって海では泳げんのだよ。どこの国のやつか知らんけど、日本人はどこまでも難しいことを成し遂げるってことを知らないんだな。ノーベル賞を受賞した人の数や功績を見てみろよ。お前、日本人をバカにしてたら恥かくぞ。以上が海外の人々の反応でした。日本の技術力や未来のエネルギーに期待する声がある一方、いつできるかわからない研究に対して巨額の投資が必要なのかと疑問の声もありましたね。しかし私たちが現在享受している科学文明は、大昔の人間から見れば不可能な夢物語とされてきたものばかり。科学はいつの時代も不可能を可能にしながら発展してきており、核融合発電も将来必ず実現すると信じて待ちたいですね。一方で新しい技術開発を待つ間の近々の問題として、現在も私たちは電力を日々消費し続けており、それをいかに賄うかという問題があります。火力発電所は常に稼働しているわけではなく、コストや燃料調達の問題などから急停止が行われることも多く、必要な量の電力供給が確保できない電力不足に陥る可能性もあります。夏の猛暑日や冬の極寒時に電力不足になったらと考えただけで恐ろしいですよね。
そこでここからは電力不足に備えて私たちができる取り組みについて紹介させていただきます。まず一つ目は節電を心がけること。普段の生活の中で節電しなきゃと意識するだけでも意外と電気を使っていることに気づき行動に起こしやすくなるかもしれません。夜の消費電力を抑えるために早寝早起きをしたり、洗濯物をまとめて洗う、使っていない電気はこまめに切るなど節電のためと生活習慣を見直してみるのもいいかもしれません。他にも家庭でできる節電のポイントは、コンセントのプラグを抜く、表示オフ機能を活用する、エアコンのフィルターを掃除する、エアコンの設定温度や風向きを調整する、冷蔵庫の中身を把握して無駄に開閉しない、冷蔵庫に物を詰め込みすぎない、 LED 電球に付け替える、テレビ画面の明るさを調整する、便座の蓋を閉める、炊飯器や電気ポットの保温を控える、炊飯器の早炊き機能や洗濯機のお急ぎ機能を使う。これらの節電ポイントはすぐに実践できそうなものが多く、個人レベルで少しずつ節電の努力をすることが何よりも大事なので、日頃の生活の中でちょっとずつでも実践してみてください。この他には電化製品を省エネ家電に買い替えることも節電につながるそう。電化製品のカタログや製品についている省エネラベルを参考にして性能が高いものを選ぶと、節電と同時に年間電気料金も安くなるので一石二鳥のお買い物になるはずです。次に私たちがするべきことは停電に備えること。深刻な電力不足になると大規模停電に発展したり計画停電が行われる可能性もあるとのこと。そのため停電が起こることを想定して日頃から十分な備えをすることが大切です。いざ停電になってから行動をすると、多くの人が同じような商品を必要として買い占めなどが起こり、店頭から商品がなくなるなどの混乱が生じる可能性があります。そこで備蓄しておくものとして、懐中電灯、カセットコンロ、水、缶詰などを用意しておくといいそうです。他の備えとしては、冷蔵庫の肉や魚を調理しておく、モバイルバッテリーを充電する、携帯電話の充電をして省エネモードにしておく。これらのことが停電対策になるそうですが、まるでキャンプの準備みたいですね。今回は電気を作り出す先進科学の話題から電力不足についてご紹介してきました。環境問題や自然災害などどのようなタイミングで起こるかわからないからこそ、日頃から節電と停電への備えをすることが大切なのですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしております。